はい、こんにちは、レトスノームです。今回は印紙税の2回目課税標準について解説いたします。印紙税の課税標準は文書の記載金額、課税文書の記載金額、これが課税標準となってきます。で、実際印紙税で問われる部分、この記載金額がいくらかっていうところをすごく問われやすいです。なので今回お伝えする内容はもう覚えていただく感じなので、もう何度か動画見ていただいてぜひ覚えていってください。で、まず大きな枠組みとして、こっちの左ですね、左側が1号文書と呼ばれるものです。で、請負契約書、これが2号文書です。ここまず押さえておきましょう。で、なんで1号、なんで2号とかって別にそれは考えなくてもいいです。これが1号で、請負契約書だけ2号なんだと、まあ、それ以外が1号なんだって考えていただいて大丈夫です。請負契約書は2号で、その他の契約書は1号文書なんだというふうに考えていただいて大丈夫です。まあ、宅建レベルではそれぐらいでいいということですね。で、まず1号文書の不動産の売買契約書、これは売買代金が記載金額になってきます。例えば3000万円の土地を売却しましたっていう売買契約書、これは記載金額は3000万円ですね。売買代金は3000万なので3000万円が記載金額となってきますよって話です。で、不動産の交換契約書、これなんですけれども、2つに分けることができます。例えば1000万円の土地と1500万円の土地がありました。これの交換契約と仮定した場合に、双方の金額が記載されている、1000万円と1500万円、2つとも記載されているというのであれば、高い方1500万円がその契約書、交換契約書の記載金額になります。で、一方で差額ですね、つまり1000万と1500万って書いてなくて、差額は500万円ですよ、差金っていう言い方もするんですけども、差金が500万円としか書いてない場合は、その差額、差金、これが記載金額となります。で、不動産の贈与契約書、贈与契約っていうのは無料でプレゼントするって話ですよね。この場合記載金額はないものとして、この場合はもう200円の印紙税が課されます。これはもう決まっているんですね。記載金額がないイコール200円の印紙税、もうこれはそのまま覚えておきましょう。不動産の贈与契約書については、記載金額がない文書として扱い、200円の印紙税が課されるんだなって覚えておいてください。で、土地の賃貸借契約書とか地上権の設定契約書、これについては後日返還されないお金、例えば権利金とかですね、これが記載金額に当たります。保証金って後で返しますよね、これについては記載金額ではありません。また毎月支払う地代、土地の賃料ですね、これも記載金額には含まれませんので、この点は注意しておきましょう。で、請負契約書、2号文書である請負契約書については、工事費用、まあ、請負代金ですね、これが記載金額になります。例えば建物を建築する、この建築費用が1000万円でした、工事費用1000万円でしたっていった場合、1000万円が記載金額になりますよって話ですね。で、続いて1号文書と2号文書、これが1通の文書としてまとまっている場合、つまり不動産の売買代金が1000万円で、工事費用は1500万円みたいな感じで書いてあったといった場合、この場合は金額の高い方、つまり1500万円が記載金額になるよって話ですね。1号文書と2号文書、これが1通の文書にまとめられていたといった場合は、高い方の金額が記載金額になりますよ。で、一方で同一号で複数のものが1通の文書に記載されている、例えば不動産の売買契約書に公土地と乙土地があって、公土地1000万円、乙土地1500万円、これどちらも売却しますよっていう売買契約書、この場合1号文書、2つの1号ですよね、この場合は合計金額、これが記載金額になります。つまり1000万と1500万、合計2500万円が記載金額になりますよって話ですね。で、続いて変更契約書、この変更契約書っていうのは金額を変えるっていったイメージで考えてください。増額する場合、例えば1000万円の売買代金だったものを1200万円に変更しますよっていった場合、この場合増額しているので増加額200万円分ですね、
200万円が記載金額になりますよって話です。一方で減額、1000万円の売買契約を800万円に変更しますよっていう変更契約、これは記載金額がない文書として扱い、これも同様200円の印紙税がかかりますよっていう話です。まあ、今回すべて重要です。この部分ですね、記載金額がない部分だけ税額200円ってお話ししました。で、その他については税額について触れてないんですね。で、これについては覚えなくても大丈夫です。税額について聞かれることはもうおそらくないので、ここについては記載金額が重要なんですよ。ただこの記載金額がない部分だけは200円の印紙税が課されるっていうのは、ここは覚えておいていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。この分よく問われるので、何回か動画見ていただいて全て頭に入れていただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。